とここで多頭飼いの人たちに多く今日は出会ったので、そうだね、多頭飼いをしたきっかけを聞かせてください。妻のアンジー、ちょっと落ち着かない、引っ張る Still got your lips and paper in the trash now. Me にね、遊んで、Me の遊びアイテムが欲しかった。欲しかったんだね。そう。で、私たちほら、共働きで、でね、で、在宅ワークでもないから、ね、Me 一人でお家で待ってるのね。寂しいからね。さっきも夫婦に会ったんだけど、そう、いい夫婦、トリミング中で、ね、その間来てるっていうかね。そう、あそこにもいるもんね。そう、多頭飼い、多頭飼いいるね。ドッグラン行って改めてどうだった？よかったね。ちょっと最初心配してたんだけどさ、そう、めっちゃ元気だから、なんかもうガーって行くのかなと思って心配したけど、おとなしかったね。意外と大丈夫だったよ、ね、そう、なんかね、犬見知りだった、意外と。しかも、いろいろな人から情報では、おとなしめな、あった、おとなしいって言われたね。おとなしい犬、B もね、子だねって言われたね。あと人懐っこいもんね、愛嬌振りまいてる。 まあその動画も公開すると思うので、ぜひ右上のところに出してるので視聴してください。見て、疲れて甘えん坊になってる。いや、甘えてる、うん、違うか、お前食べたいだけか。食べたいの。いや、ドッグラン行って改めて分かったけど、B、とドットはやっぱり仲いいよね。仲良かった。なんか気づくと一緒にいたもんね。なんやかんや二人は一緒にいるんだな。そう。あ、仲いいんだなって思った、改めて。だってさ、B さ、ドットにしか、なんか、威嚇というか、あれしなかったよね。あ、そうだね。あの、いつもの遊びのやつ。そうそうそう、ドットにしか、それしなかった、ね。そうだった。だった。砂がすごいね。ドットくん、ドットくん、ドット、もう自分とさ、名前認識してるぞ。そして口元すごいよ。もう B もだよ、B も。口元すごい。砂だらけ。なんかね、さっきさ、2人がさ、すごい砂、同じところ漁ってて、うん、クンクンしてて、うん、なんだろうって思ったらさ、なんか魚の骨みたいなの出てきた。魚の骨くん。いや、やめてっつって、うん、そう。いいのさ、すごい。お風呂入れたいくらいだけどね。ちょっと口拭いてほい。じゃあ改めて視聴者さんに何かご挨拶があれば。犬はいいよ。知ってるってね。知ってるよ。閉めて。また会いましょう。はい、はい、リードドット、またねーって、あっちドット、ドット、あっち、あっち、あっち、またねー、はーい、あっち、あっち、ダメです、くだくだ。